慎重に議論を重ね、最終的な結論を出しました。これから、ライア式の未来計画を正式に発表します。ライア式は、本日から無所属の自治体となり、ルーン鉱石の関連工場をすべて閉鎖します。これから何をすればいいの？家にこもって、毎月給付金を待つのはごめんだぜ。できることはたくさんあります、バレリア同士。大部分のエネルギーは下等権力者たちに握られています。彼らは戦争と権力を利用し、人民の全てを操っているのです。そして今、人民は新たな炭鉱を得ました。ライア式は新たな生産ラインを展開し、周辺地域の石炭工業と提携する可能性を積極的に探索していきます。自分たちの力で炭鉱を採掘し、収益を生み出すことができるようになるんです。ひょっとするとドックを建設してもっと遠い場所まで運べるようになるかもしれないぞ。私たちはライア式が新しい旗印になれることを願っています。より多くの大衆に安価な石炭と輝きと情熱を放てる場所を提供できる存在として。あなたはどうしますか、スビスティ同士。しばらくここに残る。ライア式が新しい軌道に乗れるまで、住民の待遇は今までより悪くなると思います。少なくとも今はきらびやかな学術部隊よりここにいるべきだ。この町の環境変化に地脈エネルギー図の保管、キキドゥクたちの生物性の変化も注視しないといけない。どれもレイライン学が解決しなければならない重要な課題だ。どうやらしばらくはここに残らないといけないようですね。成功を祈ります。ぜひ新しいライア式の開会式にもいらしてくださいね。先生、授業中失礼なことしちゃってごめん。今度とびきり美味しいドルージバのチーズをおごるよ。約束する。スビスティ同士は俺たちの親友だ。最大限の敬意を表すぜ。してくれる？私も受けたい。僕
スビスティ、僕たちが植えたひまわりが大きくなったよ。町を守ったんだ。ここには仲間になりたがっている砂の粒がたくさんある。私もその一粒だ。こんにちは、ライア式。